前田殿も。はい、岩本でございます、今回の動画はですね、8月21日 ZOZO マリンで行われましたロッテ対日本ハム3連戦の2戦目の模様をお届けしたいと思います。先発ピッチャーは山崎福也、そしてメルセデスの投げ合いでしたね。そしてファイターズの先発ラインナップ申し上げます。1番水谷、2番松本、3番郡司、4番清宮、5番レイエス、6番奈良間、7番万波、8番伏見、9番水野と、そのラインナップで挑みました。結果7対1、ファイターズのもう完勝ですね。試合の流れで言っても逆転勝ちは逆転勝ちなんですけども、まあもうその圧倒的にそのゲームを支配する力っていうのは相当強かったと思いますよ。ホーム球場で戦っているマリーンズが良さがほとんど出なかったか。9安打だけども、まあ、連打になったところが1箇所でも得点につなげることができず、で試合の流れで言うと、ミスが重なり、その失点が逆転の失点となって、そのまま追加点を食らい、ファイターズが逃げ切ったという感じかな。まあ、ピッチャーいきます。山崎福也、8回投げました。抜群です。言うことありません。8回投げて99球で8安打、三振が1つ、フォアボール1つ、失点1と。今日ね、らしくないといえばらしくない、らしいといえばらしいという、山崎福也のすごく機能性に長けた投球術、これが光ったと思うんですよね。今日先頭打者を塁に出したのが、2イニングか、2回の山口のフォアボールと、で4回の外のライト前と、なってるわけなんだけども、今日ね、山崎福也三振1つでもフォアボールも1つということで、終始打たせる投球、3回と5回が三者凡退なんですけども、その後は何やかやヒット打たれてるんですよ。1回に1本、2回に1本で、4回に2本、6回に2本で、7回にはロングヒット、6回にもロングヒット出てるか。まあ、それでまんべんなくランナー抱えるんだけども、次の投球がしっかりアウトに仕留めることができている。真ん中低めの散らし方がもう今日も抜群でしたね。なのでなんかチャンスを作っているマリーンズが、次の1点を取れずに、次の1本が出ずに、とてもフラストレーションがたまる試合で、そのまま8回を投げ切り、8回の裏なんてね、ワンアウトから外がレフト前ヒット、さあ最後の反撃ぐらい、8回でどうにか焼き起こした時に9回にドラマが起きるぐらいのきっかけ作るにはこの8回しかないなと思ってたら、外がヒットを打ったと、やっぱり山口をダブルプレーに打ち取るもんね。これはね、山崎福也のうまさ、投球術、そのうまさが光った内容と言っていいんじゃないかな。結果99球やもんね、8回投げて。そんなに疲労感も感じてないんじゃないかな。ランナー抱えてる割には、そんな感想を持ってますよ。で、9回、山本拓海はもう言うことなしでんな。中村にヒット1本打たれたけど、全く問題なし。点差が点差で、チームにそのまま勢いをつけて、そして明日佐々木朗希との3戦目、佐々木朗希を食ってしまうと、そういうゲームにするんだという最後の決意表明のアウトの取り方にも見えましたけどね。この、まあ、天王山といえる、ゲーム差対象2位なのか3位なのか、大きな違いですよ。これはビジネス的にも、でモチベーション的にも、選手たちの力量的にもね、そのプレッシャーのかかった試合で今2連勝できてるわけなんですよ。で、もう何やったら、佐々木朗希食ってしまったら、オリックス戦のあの3立て食らったあの3連敗が全く影響なしに変わる。しかも、ええとこしっかり取ってるやんに変わるんですよ。で、オリックス戦の悔しさちゃんと、そこに反映させてるやんとか、いい言葉ばっかりついてきますよ。山崎福也と山本拓海のナイスピッチング。で、伏見トライのナイスリードが光ったっていうところですかね。はい、打つ方です。水谷今日1番抜擢。はい、2本のヒット。はい、連日大活躍ですよ。ロングヒット2本やね。松郷がちょっと湿ってるね。結果がね。まあ、2番に抜擢されて何かしてくれるでしょう。郡司、今日は2つのフォアボールです。で、清宮こうちゃん、今日ヒットも打ってますよ。マルチアンダー打ってますよ。しまいには打点もついてますから。こうちゃんの4番の座りって良くなったね。いろんなバッターが4番、レイエスの4番も考えられますよ。今の調子だと。でも、清宮が座ってて、その後ろにまだレイエスおるんかーいと。今日点の取り方でいきますよ。1回の裏に先頭打者ファーボールでランナー入れ替わりで、なんやかんやでライトのミスもあり、ミスが反映された先取点を取られたんですよ。でその後3回の表伏見、追い込まれた後やったけど、メルセデスのボールをよくレフト方向にロングヒット打ったよね。これでね、何が起きたかというと、ロッテベンチにあれ1回2回抜群の投球、先頭打者三振、
で3つ目のアウトもインパクトと突き、2回なんて3つ目のアウト万波三振やからね、空振り三振、それだけいいスタートを切っていて、で2回の裏に先取点取ったマリーンズの先発ピッチャーが伏見に追い込んだ後にロングヒット、であれあれと思ってて、水野がサード前にバント、絶妙の送りバント、すぐ追いついて期待からね、それをサードのやっぱ中村翔吾は躊躇したもんね。でスローイングのミスで結果これがビッグチャンスになったのよ、ファイターズにとって。で水谷またまた送りバントしますよ、コーンと。これがまたピッチャーが処理できずにメルセデスが猛き足だって、自分の不安定が野手に乗り移り、野手の不安定がまたまたピッチャーにも乗り移ったというような内容に見えた。でそれがまあ失点につながり、この回あっさりエラー絡みの、ファイターズの2得点、あっさり逆転というところ。でここまでやったらね、まだまだマリーンズにも目はあったと思う。で3回の裏、ここで山崎幸也三者凡退、フライアウト3つ、抜群。これがあったからこそ次のイニング4回の表に試合を決定づけるかの清宮のセンター前とレイエスのツーランホームラン、この追加点が大きかった。もうこれがずっしりで、ここからは山崎幸也はランナー抱えてもスイスイと投げれるのよ。あたふたしてるとこ一切なかったから、あの点を取られたところランナーまあまあ抱えて、あのまあエラーは失点にはそんなに影響なかったイニングなんだけど、抑え方と次の点の取り方がとっても良かったファイターズで、5回に、清宮こうちゃんの追加点のタイムリー、ベンチ一気に盛り上がります。ほんで中村俊也にピッチャーが変わり、あれっとマリーンズは空気が変わるようなピッチングを期待して、そのピッチャーマウンドに上がり、いきなりダブルプレー。で次のイニング回をまたいで6回も三者凡退、おマリーンズがっていうところで、6回の裏にね、ツーアウトから山口ツーベース、高部内野安打、次のタイムリーが出てたらマリーンズに得点が入ってたらこの試合もつれた可能性もある。その要所で彼のヒーローのコメントにも出てましたね、要所要所でアウトを取ることができた、これが山崎幸也の今日の勝利投手のポイントです。これってね、なかなかあの全てのピッチャーに当てはまるのじゃないんですよ。彼のような経験を積んでいるそういう立場のピッチャーだからこそ要所要所で抑えれました。何にもすんなり入ってくるコメントなんだわ、ナイスピッチングやね。ほんなら7回には水野ツーベース、はい、水谷ツーベース、あっさり追加点。で8回には、奈良間がヒット、今日マルチ安打ですよ、大アピールですよ、二遊間争いすごいよ。ほんで伏見のライト前で、水野のファーストゴロの間に、これまた奈良間がホーム帰ってきたのは結局水野のファーストゴロなんだけども、マリーンズの外が集中力欠いてたんかな、あれホームに普通に投げてたらアウト、なんであこ躊躇してファーストタックアウトにしたのかね。まあまあそんな不思議が出るぐらいの内容で、先ほども言いました山本拓実が27個目のアウトをビシッと取り、この連戦、2戦戦勝です。変な話、明日佐々木朗希すごいピッチャーですよ、でも今日のこの2連勝で明日は大胆な大味な大雑把じゃなく大胆な、そういう作戦とかそういうバッティング出れるんじゃないかな。いきなりゴン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 ってセーフティーで揺さぶってもいいし、もう初球からガンガンランナー出たらいきなりエンドランとか、そういうのもめちゃくちゃ面白い野球ができる条件が整ったということですよ。佐々木朗希に注目いくけども、加藤貴之頼むよ、うまいピッチングと時折見せるハッとするような、飛び込む投球を期待してます。さあ3連勝なるんでしょうか、スイープ目指してロックオンします。前向きに。